エクソジシーの楽曲解説アルバムランの中から今日はランです4曲目。バンドメンバーやスタッフなどチームをテーマにした楽曲って書いてますけどね。そうなんですか？はい。まあ稲葉さんがそうやってなんかインタビューで言ってるみたいですね。なんか僕はよく知らなかったですけども、ベストアルバムトレジャーに入ってるんで、きっともう解説してるんですよね、なんか。で、A メロ、ドゥッチャードゥッカードゥッカードゥッカーってやつ、あれ松本さんは割とこのジミーがジュッグガージュグダーグガーグガーってやってるんですけども、なんかね、ディープパワフルのなんとかマシンヘッドかなんかに入ってる曲かな。僕はあんまりマシンヘッドってちゃんと聞いてないんで、僕ディープパワフルってインロックしか持ってなくて、あとライブインジャパンと、そこでしか実はあんまりちゃんと聞いたことなくて、最も影響を受けたとかって言いながら割と適当なんですけども、まあね、レッドチェッペリンもね、最初の4枚しか聞いてないですし、そんな感じで、それのなんかね、もっとテンポ遅いんだよ、ドゥクガー、ドゥクガー、ドゥクガーみたいな、こうで、で、で、チッと、チッタッてみたいな、そんな感じのリズムにしたいんだよな、とかって言って、で、知らなかったから、ちょっと聞かせて、つって聞いて、で、こんな感じの、なんか、ドッタン、ドッタン、ドッタンみたいな感じになってるんですけども、これ基本的に跳ねてるじゃないですか、まあ、その跳ね物という、孤独のランナーはギリ跳ねてますか、みたいな世界。なんかそんなんで、基本だから跳ねてるんですよね。この跳ねてるビートっていうのは、BZA 以来、全部だから、そのヒップホップの影響なんですけども、ドン、ツッダンツッドドンドンバンツッドドンツッダンっていうね、この後ツアー回ったのデニー・フォンハイザーっていうのが、こういうやつも全部だから、ドッチクタタチッドドクドクタカチクドクチクタしか叩けなかったっていう。基本だからもともと白人っていうのはそういう風な、ツッダンツッドドンドンっていうのがどうもないみたいで、黒人は逆にチッドクタケチッドクドクタっていうのができなくて、チクチクタケチッドドンドクタケチッドドンドクタケチッドドンって跳ねてしまうっていう、なんかそういう人種的な問題だと思うんですよね。おそらくレッド・ゼペリンの移民の歌のドントゥドゥタドントゥドントゥドゥタドンってやつ、あれとかはもう完全にだから白人のドラマーのビートなんで、あれを例えばバーナードパーティーが叩くとドントゥドゥタドンタドンチッドダドンタドンチッドタってなるのかなって僕は思ってるんですけどもね。白人と黒人の違いなんですけどもね、日本人ってのはそれがだから両方できる、てか両方ともちゃんとできないっていう、そういうようなのがあって、まあ何でも真似はできるんでっていうので、基本だからまあ跳ねてるわけですよ何が言いたいのかというと、なんですけども、そういう跳ねてる曲なのに、ズクジャーズクジャーズクジャーっていう曲をエメロにしてくれって、今だと割とだからその辺の跳ねてるっていうのと跳ねてないっていうのがもう全然ハイブリッドな感じで考えれるんですけども、当時はまだそういうところまで行ってなかったんで、なんでこの跳ねてるの、なんでこの曲するんだろうな、なんかよくわかんないなと思いながらやってました。なんで別になんか気に入ってないわけじゃないんですけどね、なんかちょっと不思議だったことはすげえ覚えてますね。なんかでしかもサビ前でオケヒット思いっきり入ってますよね。キャッ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 っていうのね、ここまで入ってないっすね。なんかね、あんまり君をラブとかね、思いっきりオケヒット入ってますしね、まあとりあえずね、なんかね、オケヒットね、この時代の音ですよね。はい。オケヒットってだからきっともうセブンスブルースとかには入ってないのかな、よくわかんないけど、もう本当にだからこういう今まで作ってきたポップな感じっていうのからこう離れようっていうのがすごい、メンバーみんながそういう意識はすごくありましたね。でこのままさらにセブンスブルースに突き進んで暗黒になるという、そういう感じです。だからこの昔とかな、このラインより以前のビーズのサウンドとかだと、感想の後の誰かが愛を生んでるの、ああいうところとかもなんかもうちょっとキラキラしたシンセとかね入ってるはずなんですけどね、もうそういうの絶対嫌だっていう、そういう気分の頃でした。で割とこのアルバムって、これまでは全部基本的には青山純さんだったじゃないですか。そうするとまあ今までも話はしたんですけども、僕が打ち込みで入れたフィルっていうのが大体変えられてしまうっていうかね、まあかっこよくなるんですけどもね、それで大体違うパターンなんですけども、このアルバムとかは割とだからリッコ君は僕がやった打ち込みに対して割と忠実に叩いてくれてるんで、このサビのツッタンタカタタンとかこういうのってよく僕がやりそうななんかフィルなんですよね。今聞いてなんか、ああそうだなーとかって割と打ち込みに忠実にやってくれてるなーみたいな感じはすごく思いますね。だからこのエンディングとかが A メロのパターン、ジュクジャージュクジャージュクジャーってなんか思いっきり前面に出てる感じですけどね。あ、このなんかウィキとかだとやっぱ本作で現在までのビーズの王道的作風であるハードロックに初めて挑戦しっていうね、松本さんはね、アローンのようなメジャー系のバラードをやる気がなかったという意図から軽い調子のバラードは収録されていないとそうなんですね。なんかだからハードロックをテーマにしたためブローインも収録されなかったなのかな。基本はだから夏のシングルは入れないっていう、そういう流れはあったんですよね。だからアイママだったりとか小町だったりとか、あの辺全部入ってないじゃないですか。だからアルバムとシングルの差別化っていう意味で、シングルは全部はアルバムには入れないぞっていうのが基本的なコンセプトではあったんですよね。
ったんですけどもね、まあなんかね、いろいろなんか言ってるうちにね、そう、このウィキで言うと、だからこのハードロックに初めて挑戦しっていう割にはアレンジはオーケストラヒットを多くの曲で使用しているとかってね、オーケストラヒットはね、あんまりハードロックではないんですけどね、でももともとそのオーケストラヒットっていうのは、まあ、僕は基本的にオケヒと言えばっていう感じで、イエスのロンリーハートって曲、ダーンツッダー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 ツッキャーってやつあのキャーってやつ、あれがオーケストラヒットなんですけどもね、それなんで、まあハードロックっちゃハードロックで使うっていうか、俗に言うまだが、あのミュージックコンクリートってやつ、コンクリート作りの音楽そういう感じ、ちょっとなんか前衛的な感じっていうので始まったことだと思うんですけど、オケヒットがね、それをなんかやたら使ったね、それが流行るとね、めちゃくちゃね、普通のポップな感じの雰囲気になりますよね。なんかまあね、売れたからね、そうなってしまったっていうなんかね、もうありがたい話ではあるんですけども、初動で119万枚を売り上げ、インザライフが達成した当時の最大初動枚数104枚を自ら塗り替えたとかね、それのなんかね、全然したかじゃないですねもうね、出てだから売り上げが出た頃にはもう次どうしようかって話になってるんで、僕らの中ではやっぱ常にだからなんか1年ぐらい先なんですよね、頭の中はね。まあだから僕はできたものにを聞かないみたいな感じなんでしょうね、きっとね。まあ皆さんはね、それを聞いていただけてっていう感じで、ありがたい話なんでございますが、はい、まあそんな感じですかね。はい、ありがとうございます。